こんにちは。そうですか、プレステね、ゲーム楽しいですよね。実は今年ね、私もね、スイッチってのを買って、ちょっとやってみたわけなんですよ。なんかね、その筋トレ系のリングフィットネスとかなんとかやつでしたね。とっても楽しく運動できました。で、プレステなんですけど、私もプレステ4はね、ずいぶん前に買ったことがあって、やってないっていうか、箱開けてないんですよね。 いやー、なんかね、無駄なもん買っちゃったなと思うんですよ。まあ、かたやすごくね、プレステが欲しかったって方もいて、世の中はまあ様々でございます。私の場合はやろうと思ってプレステ買ったんですけども、やっぱりね、他に面白いこと見つけちゃうと、なかなか、埃かぶってますよね。新品のままです。困ったもんだなというところでございます。じゃあ今日のビデオちょっとスタートしてみましょうか。今年一番買ってよかったものっていうふうな投げかけをするってことは、当然私もそれがもうすでにあって、回答、花江さんの回答に対して、もうちゃんとね、私はこういう思い出が残りましたっていうのをね、用意してる状態だったんですよね。でもうすでにビデオは撮ってますんで、そちらの方に切り替えて見ていただければと思います。それでは失礼します。はい、前回ですね、私はこのレターパックの中にマスクを入れて、花江さんとのこのズームライブ対談の際にプレゼント企画をしました。花屋龍馬さんはきびだんごをね、たくさんの方に送って、受け取った方がね、動画で受け取りましたよっていう風なね、コミュニケーションがあって、よかったなと、嬉しいなと思ったわけなんですけども、私はね、残念ながらマスクのプレゼント3名の方にしか、3件の方にしかお申し込みいただかなかったんですよ。で、その3名の方から漏れなく、メールでね、喜びのメッセージがいただけました。で、今回それを紹介しようと思うんですけども、最初にね、もう答えを言っておきますけども、私は、ここに書いてある通り、現金を送れば詐欺だって書いてるでしょ。今回マスクの他に、まさに、まあ、現金を入れて送りました。本当はね、10名ぐらいの方に、少しずつ特別定額給付金ではないですけども、それに類するね、金額をお届けする予定だったんですけども、3名からしかいただかなかったんで、予定した金額を3等分して、送らせてもらいました。今回ね、私は、本当にね、このお金を入れて送って、皆さんからメールの返信をいただいたときに、今年一番というかね、生涯で一番の思い出に残る買い物ができたんじゃないかな。まあ、買い物っていうとね、妙な表現になりますけども、私は多分今回のことをずっと忘れないと思います。数々の買い物、支払いを今までしてきました。税金で数千万払ったりね、家を購入するときにも数千万の金額を払いました。で、借金を数千万払ってきました。車も何百万とか払ってきました。お金を払う機会は数限りなかったんですけども、今回ほど私の胸にね、届いた、お金の払い方はなかったんじゃないかなと思います。ではですね、ちょっと、いただいたメールを読みながら、私がどんな思いで、過ごしたのかってことをね、この82話、神童花龍馬に変えさせて放送させていただきます。それではちょっと画面切り替えて、1通ずつね、1通ずつ読ませていただきますので、ご覧いただければと思います。それでは失礼します。はい、じゃあね、いただいたメールを3通なんですけども、プリントアウトしましたんで、それぞれ1名ずつ読まさせていただきます。この方はそれぞれ、私の YouTube に、まあ、コメントをね、書いたことがないそうなんですよ。で、まあ、メールもすごく苦手で、というのも、そのお金がなくて、そういう機会、書くとか伝えるっていう機会がなかなかなかったんでしょうね、きっとね。そんなことも、言われてた方もいますんで、みんながみんなね、3人ともそうじゃないと思いますけども、今回ね、でもすごく心のこもったメールを一生懸命書いてくれたと思います。まあ、書くって言ってもね、このスマホでパチパチと書いたんでしょうけども、今回プリントアウトして、私の方こそこれね、一生の思い出にさせてもらいます。今回ね、私ね、お一人25万ずつ3名の方にお渡ししました。実際は
100万円ぐらいを考えていて、それを10名の方に10万円ずつと思っていたんですけども、マスクのご応募が3名しかなかったんで、まあこれはね、あのお金も入れますよって最初から言うと、これはいろんな規約に引っかかる可能性もあるし、いろんな問題も起きると思うんで、あのご応募してくださった方、マスクの、まあご応募っていうのは、まあどうなんかな、あのマスクが買えないぐらい困ってる方は多分助かるだろうということで、今回ね3名の方しかご応募いただけなかったんで、25万25万25万って形で、残りの25万はねちょっと地域のために使わせてもらいましたんで、すいません、今回は、そういう形でね100万ではないんですけども、75万円でこのメールを購入したみたいな、変なね言い方になりますけども、そんな感じだと思いますけども、私としては十分これは生涯を共にするに値する手紙になりました。じゃあ読まさせていただきます。まず一人目はねちょっと2枚にわたってです。久保さん、この度ありがとうございました。今こうしてお礼のメールをしておりますが、溢れる涙で画面が見えず誤字や脱字があると思いますことご容赦ください。実際誤字や脱字すごく多かったんですけども、私が修正してメールを書き直しました。YouTube のプレゼント申し込みの際にもお伝えした通り、我が家は最近の値下がりしたマスクさえ買えないほどの貧乏状態です。今回100枚もプレゼントしていただけると思い応募したのですが、これマスクですね、レターパックを開けた途端マスク以外のプレゼントに驚き、さらに久保さん直筆のお手紙を拝見し、その場で泣き崩れてしまいました。手紙には一隅を照らすとだけ書いてありましたが、まさに我が家に光が差してきた思いだったのです。我が家は5歳の息子がおりますが、今年は近所の子供たちが集まる親子クリスマス会の参加費1000円すら払える見通しが立たずに欠席ということで届けていました。情けなかったです。こんな1000円の参加費すらどうにもならずに、子供らしい楽しみを与えてあげられないなんて、もちろん我が家にはクリスマスの飾り付けもプレゼントも出せるわけがありませんでした。そんな行き場のわからない怒りと絶望の中、最近の唯一の楽しみ、かっこ救いが久保さんの YouTube でした。学びあり、気づきあり、笑いや涙もあったり、恋愛の話、勇気づけられ、励まされ。でも正直、そんなこと言ってもお金がないのにどうしようもないじゃんと久保さんに対しても悪い感情を持ったこともありました。今回久保さんからいただいたお金は、私が今まで一度に受け取った金額の中で最高額でした。マスクもありがとうございます。息子が昨日とは違う暖かそうなお乳の服を着ています。すごい笑顔でこれから始まるプレゼント交換を楽しみにしています。靴も新品です。どれを見ても全部久保さんを思い出します。私も自分でできることをやってみます。もう一度人を信じてみます。小さなことからでもやってみます。とりあえずクリスマス会で親子二人楽しんできます。絶対に久保さんの YouTube のことも他のママさんたちに話してきます。今はそれしかお礼が思いつきません。じゃあ行ってきます。というふうにね、出かける前に書いてくださったんですよね。なんと言いますかね、私も胸が詰まりますね、こういうこと書かれるとね。どんなにね、苦しかったか、どんなに、わらをもつかむ思いで、マスクくださいって感じで、メールをくださったんでしょうね。コメントを書くこともなかった方が、こうやって、マスクくださいっていうメールをね、したときに、まあ、この方はね、ご自分の今までの人生とか悩みを本当によく書いてくださったんですよ。この方にもしかしてこのお金があったらどうなるだろうという気持ちでお届けしてみましたけども、やっぱりね、お子さんのためにしっかりと使ってくださったみたいでよかったです。お子さんがね、クリスマス会に行けるようになって、参加費も払えて、プレゼントを買ってプレゼント交換にも参加できて、しかも靴も服も新しく買ってあげたんですね。私も子供服今メルカリとかでなんか結構ね安く買うんですけども、そうではなくて新品を買ったんですね。よかったです。きっと息子さん、お子さんね、お母さんにものすごく、笑顔を向けたんじゃないかなと思います。
こういうふうなね、お便りが、もう私はね、これお金出しても買えないですよ、こんな。ありがとうございます。じゃあちょっとね、次のメールに行きます。次のメールはそんなに長くありません。1枚です。これ男性ですね。男性で、お母さん、ちょっと80代ぐらいのお母さんと50代の息子さん、私と同じ世代の方に届けた25万がどういうふうになったかということでございます。一隅を照らすと書いた紙と、どさっと重みのある現金。詐欺じゃないのかと思ったけど、これが詐欺だとしたら難しすぎて意味不明ですよ、久保さん。昨日ずっと直したかった母の車椅子を直しました。修理代1万8000円。久保さんのおかげです。80過ぎの母一人、56歳の独身、その日バイト10年目の私。今年の年末年始は思いっきり親孝行することができそうです。今夜は数年ぶりにクリスマスケーキを母と食べます。2つで960円。まだまだ20万円以上残っています。マスクと一緒に母と2人で使わせてもらいます。久保さんのことは母も感謝しております。くれぐれもよろしくと言っておりました。冗談の好きな母がこう言っておりました。久保さん、私はもうすぐあの世に行くと思うので、お礼に仏様に会ったら言っておきます。久保さんが健康で幸せに一日も長く暮らせるようにしてくれ、と。確かに母らしい恩返しだと思いました。まさに我が家は一隅を照らされて温かい気持ちでおります。毎日だるかった仕事もなんだか今日は久保さんが後ろにいるように感じられて元気な声でできました。まだまだ頑張れそうです。行ってきます。ということで、今日も行かれたんですね。なんか目に浮かぶようですね。このお二人の暮らしがね。まあ、こんなね、お手紙をね、私は生涯にいただけるとはね、本当ありがとうございます。感謝感謝です。きっとね、特別定額給付金が国から支給されても、こんな手紙を書く人はいないと思います。でも私は国の人間でも何でもなくて、役人でも偉い人でもなくて、単なる一般人ですからね。それこそ、やっと1万人を超えた YouTuber でございます。名もない人間でございます。しかも社会から離れて、隠居している人間に、ここまでの思いをね、書いてくださる方がいるということで、非常にいい買い物したなと思います。買い物って表現ちょっとご容赦くださいね。すいません。この、なんていうんですかね。前回からの流れで、そういうふうな表現してますけども、買い物だなんて思ってないですからね。本当に私がね、別に見返りを求めてやったわけじゃないんですよ。なんか特別定額給付金が出なくて悔しいなと。で、私でも1人か2人にはなんかできんじゃないかな。いや、10人ぐらいにはできんじゃないかなと思って今回、マスクのプレゼントをする裏でね、こっそりと誰にも言わずに、こっそりとお金を届けようと思ったわけなんですけども、マスクのご応募、3名しかいただけなかったんで、用意していたお金を3等分にして、まあ正確には4等分なんですけどね、25万ずつ入れてみたら、こういう風なね、もう心が触れるお手紙をいただいたということでございます。じゃあね、もう一通読まさせていただきます。もう一通はすごく短いです。で、この方はね、どんな方なのかよくわかりません。レターパックを送るときに、名前書くとこあるじゃないですか。名前がなんかペンネームで、ちょっと名前わかんないんですよ、この方だけ。まあですけど、いいです。名前なんてわかんなくったって。読まさせていただきます。最後の一通です。久保さん、お金たくさんありがとうございました。国がやってくれないのに、普通の人、久保さんがこんなことしてくれる。私はお金がなくて、マスクが買えなかったので、マスクが欲しかったのです。でも、お金もすごく助かります。使うたびに久保さんを思い出すと思います。体に気をつけてくださいと。で、不慣れな、ね、口下手といいますかね、あんまり文章を書いたことがなかったんでしょうね、正直。でも、絞り出すように精一杯の思いを綴ってくれました。この方の文章は、ちょっとね、正直たどたどしかったんですけども、誤字も脱字もなくって、何回も何回も書き直したんだろうなってことが伺えます。これもね、私の最高のプレゼントですね。ということでね、買い物という表現にしてしまって申し訳ないんですけども、お金を払って、そのお返しに、こういった大切な気持ちをいただきました。何よりも、
マスクも買えないぐらい困っていたってことで、くださいというふうなね、行動に移したんですよね。困った当事者が行動を移す、声を上げる、それによって、まあ、今回は一遇を照らすというね、テーマだったんですけども、本当に一遇をね、照らすことが私もできてね、よかったなということでございます。まあ、この思い、こんなあったかい思いをね、今年もいただきながら、年を越せると思うとね、本当にもっともっと恩返ししないとなと思います。で、今私はね、たくさんの方にこんなことができないんですよ。せいぜい本当に1年に1回ぐらいこのぐらいの金額を、配るのが精一杯で、前澤社長が1000億円持っていて100万円をなんか100人とかに配るわけでしょ、1億円とかで。で、私はとてもそんな金額できないし、そんなことね、バンバンできないんですけども、でもちょっとだけね、なんかできることがあるんじゃないかなと思って、本当はね、花屋龍馬さんとこのズームライブをするときにちょっと思ったんですよ。俺たちで現金配っちゃおうかみたいなね、思ったんですよ。はっきりとは言わなかったんですけどね。ただ花屋龍馬さんもそんな気持ちだったんじゃないかなと思いながらも、いろんな規約的に現金はやめとこうと、お金をあげるのを、まあ、煽ってね、視聴者を集めるようなことをしたら、やっぱりそれはね、規約的にどうこうじゃなくても私たちのスタイルがやっぱりね、壊れてそういう番組になっちゃうから、まあプレゼントにしとこうよと言ったんですよ。で、私はプレゼントの中に何の予告もせずにこっそりね、お金を忍ばせるっていう形を取ったんで、別にね、それに対してお礼のメールをくれとかね、なんかしてくれってことではなかったですし、じゃあこれをね、次の放送にも匂わして、なんかね、私へのこう注目度を上げようっていう、そんな安っぽいことに思われたくもないんで、別にこういうメールを要求したこともないんですよ。ただ一遇を照らすと書いた紙をスッと入れといただけなんですよね。でも今回ね、ここまでのことをしていただいて、お気持ちいただいてね、なんかその感無量ですね。だからね、これね、なんとまとめればいいのか分かりませんけども、私が一番いい思いさせてもらったってことなんですよ。これは本当です。私がね、今回お金を銀行の口座に入れといてもね、多分この感動は今年は得られなかったと思うんですよ。で、中にはね、マスクの応募をしときゃよかったみたいに思われてる方もいると思いますけども、でもその方はね、その方で自分よりも困った人にマスクを譲ってあげようっていう、すごくね、優しい気持ちだったと思うんですよ。まあ、ですんでね、本当にそういう方にもこれからね、何か恩返しができるようにこれからもね、放送していきたいと思います。はい、神童花屋龍馬シリーズ、これ以上喋るとね、私ももう感極まってしまいそうなんで、ちょっと終わらせていただきます。こういう形でね、私が今年一番良かった買い物を届いたでしょうか。ちょっとね、花屋龍馬さんにも黙ってこんなことやってしまってね、出し抜いた形になったので申し訳なかったんですけども、まあね、これは誰かを誘うもんでもないですし、誰かに褒められようと思ってやるもんでもないですしね、そのままこっそり入れたお金が本人さんだけが喜んで、で、別に俺のメールをね、くださらなくてもよかったし、こういうふうな手紙にまでしてくれっていう期待もしなかったんですよ。まあ、そんなもんではないんで。ただやっぱり人っていうのはね、何かこう恩返しっていうかね、気持ちを表したくなるもんだなと思いまして、やっぱり私のね、動画を見てくる視聴者さん、素晴らしい方だなと思いまして、本当にお渡しできてよかったです。3人が3人ともお渡しできてよかった。それだけにつきます。はい、で、応募しなかった方ね、本当に譲っていただきましてありがとうございました。非常に助かったと思いますよ。だってマスクが買えないぐらいですよ。今マスクってなんか10枚39%、30枚500円とかあんな感じでしょ。あれが買えないわけですから。で、なんかマスクを使い回したと思うんですよ。だからそれはね、よくわかんないですけども、でもそこまでね、困ってらっしゃる方いるっていうか、なんか逆に憤りが出てきましたね。この国いつの間にそんなになっちゃったんだと。数百円のマスクすら買えないとかね、そんなんでクリスマスも息子に子供に与えてあげれないとかね、1000円の参加費を我慢させるとか、いつからこんな日本になっちゃったんだ。本当になんかその辺に関しては哀れというかね、憤りですね。こんな国にしやがってと。これからもこの国の根底を支える政治、こういったものに対してはもっともっと切り込んでいかないけんなと思いました。特別定額給付金ね、バーンと気前よく配ってくれれば何の問題もなかったんですよ。いや、問題残るか、それでも問題残るか、
まあなんかぐちゃぐちゃになってきそうなんで、この辺で終わります。ありがとうございました。それじゃあね、失礼します。